ジュリー・ニューマーはカリフォルニア州ロサンゼルス出身のアメリカ合衆国の女優、ダンサー、歌手。テレビシリーズ、バットマンのキャット・ウーマン役で最も知られている。ジュリー・ニューマーはドン、ヘレン・ジェズマー・ニューメイヤー夫妻の3人の子供の教師として生まれた。父親はロサンゼルスシティカレッジの体育学部の学部長で、1920年代には プロのアメリカンフットボーラーであった。弟のジョン・ニュー・メイヤーは、ハーバード大学出身の PhD で、サンフランシスコに拠点を置く疫学者、著作家、ナパバレーのワインメーカーである。ニューマーは、スレーブス・オブ・バビロンで、ダンサー、暗殺者を、サーペント・オブ・ザ・ナイルで金のペンキで覆われた、金色の女性を演じた。また、バンド・ワゴニや、ディミトリアスと闘志などの映画の中で踊った。 ユニバーサルスタジオの振付師、ダンサーとしても働いていた。彼女が初めて重要な役を演じたのは、略奪された七人の花嫁であった。1956年、新聞連載漫画を原作とするブロードウェイミュージカル、リルアブナーに、客船びのステューピファイン・ジョーンズ役で出演し、1959年の映画版でも再びこの役を演じた。また、 低予算コメディ映画、ザ・ルーキーのヒロイン役も務めた。その他にも1969年のマッケンナの黄金など数作に出演。テレビ出演をもっぱらとした1970年代を経て、1980年代以降は低予算の映画に出演している。1995年の映画、三人のエンジェルはニューマーに対し敬意を表した。 ニューマー・はラスと近くに本人役で亀を出演している。ニューマーがブロードウェイ初舞台を踏んだのは1955年、ヒルデガルト・クネフト・ドナアメチーが主演したシルク・ストッキングスだった。1959年にはシャルル・ボアイエとクローデット・コルベールが主演した舞台ザ・マリッチ・ゴーラウンドにおけるスウェーデン人の高猾な女性の演技により、 トニー賞演劇女演女優賞を獲得した。後に彼女は、ジョエル・グレイと共に、ストップ・ザ・ワールド、アイ・ウォントゥ・ゲット・オフの全国ツアーの舞台に立った。また、くたばれ、ヤンキースのローラや、あなただけこんばんは、のイルマを演じた。1969年、ザ・マルティーズ・ビッピー予告編より2007年12月、ニューマーの名声は主にテレビ出演によるものである。マイ・リビング・ドルで、 ガイのイドのローダを演じ、1966年から67年のバットマンでは当たり役のキャットウーマンを繰り返し演じた。1962年、ルート66のアリゾナ州ツーソンで撮影されたエピソード、ハウマッチ、エーパウンドイズ・アルバトロスとテネシー州で撮影されたギブザ・オールド・キャット、エーテンダー・マウスの二度、ライダーで自由人の資産家。 ビッキー・ラッセル役で登場した。また、トワイライトゾーン、F、トループ、ザ・ベバリー・ヒルビリーズ、ソレイケ・スマートにもゲスト出演。1967年には、モンキーズの、ブロークン・ハートの会にエイプリル・コンクエスト役で、ゲスト出演、宇宙大作戦の、宿敵クリンゴンの出現では妊娠したプリンセスを演じた。1970年代には、ケージ・コロンボや、 地上最強の美女バイオニック・ジェミーにゲスト出演している。その後もザ・ラブ・ボート・バック・ロジャース・イン・ザ・25センチュリー・探偵・ハート・ハート・シロバイ・ア・ロージョン・パンチ・ファンタジー・アイランドにゲスト出演した。1996年にはメルローズ・プレイスの1エピソードに彼女自身の役で登場した。2003年テレビ映画バットマンロビンザ・リターンに かつての共演者、アダム・ウェスト、バート・ウォード、フランク・ゴーシンやリーメ・メディウェザーと共に本人として出演、昔のテレビシリーズの回想場面では、ジュリア・ローズがニューマーを演じた。ニューマーは、エリザベス・ジョーダンがプレイメイトとなったプレイボーイ1968年5月号のグラビアページに登場した。1992年、ジョージ・マイケルのトゥー・ファンキーの ミュージックビデオに出演している。ファッションデザイナー、ティエリー・ミュグレイはパリで開催した自身の20周年記念ファッションショーでニューマーをモデルに選んだ。ニューマーはアメリカの特許を3つ取得している。たるんだヒップの形を整えるバンド付けのパンティーストッキングに関する391万4799番と400万3094番。 およびブラジャーに関する3935,865番である。ニューマーは1980年代からロサンゼルスの不動産に投資している。ある女性誌は、ニューマーはロサンゼルスのラブレアベニューとフェアファクスアベニュー近隣の不動産価値を高める役割を果たした。と書いている。1950年代初めに作家のルイス・ラムーアと短期間婚約。 1977年8月5日に、弁護士の J. ホルト・スミスと結婚したが1984年に離婚。ジョン・ジュール・スミスという聴覚障害のあるダウン症候群の子供が一人いる。隣人であるジェームズ・ベルー氏との法廷闘争は、ベルー氏が自身のシットコム番組、アコーディング2、ジムのこの確執をからかったエピソード、グランピー外で共演するよう誘ったことで、 有効的に終わった。熱心なガーデナーであるニューマーは、ロサンゼルス市議会で少なくとも一時的にでも、リーフブロワーの禁止を求める発議をした。2008年、ニューマーは、シャルコーマリートゥース病と診断された。これは著作家としての経歴を開始するきっかけとなり、3冊の本の執筆に取り組んだ。ありがとうございます。